SRA-1 サンダースロー SRA-1 はサンダースロー社が設計、製作した試作水上戦闘機。第二次世界大戦後まもない時期にイギリス空軍によって試験が行われたが、正式採用されることはなかった。SRA-1 は第二本帝国海軍の二式水上戦闘機や、強風といった水上戦闘機の成功に着想を得た。 やや気丈の話ではあるが、水蒸気は、船域が海に囲まれた太平洋戦線での運用に最適であると考えられ、比較的穏やかな海岸ならどのような場所でも発信基地として利用することができた。水蒸気の大きな欠点は、浮き式の膠着装置によって飛行性能が陸上戦闘機に比べ劣化することであった。サンダースローは当時新しく開発された。 ターボジェットエンジンがこの欠点を克服する手段になりうると考えた。プロペラがなければ水面までのクリアランスが不要なので、胴体をより水面に接近させることができる、すなわちジェットエンジンは、浮きではなく、飛行停止機の停滞の採用を可能とした。サンダースローはこの青写真をイギリス航空省に持ちかけ、COE6-44 として結実させた。 そして1944年5月には、原型機3機の開発契約を取り付けることに成功した。1号機は1947年7月15日に初飛行を行った。続く2号機、3号機によっても順次試験が行われ、それぞれ性能、取り扱いともに良好な成績を示したが、その頃には第二次世界大戦の終結によって需要は、 完全に消滅していた。さらに水蒸気を用いずと木羽母が海上における航空兵力の機関となりうることが太平洋戦線で証明されていた。また、コックピットが狭く小さいキャノピーが重厚に枠組みされていたため視界不良であるという減点要素もあった。これらの要因が重なり、最終的に1951年5月に計画は中止された。 正式採用を逃したため公式名称を与えられることがなかったが、開発関係者からはスクワートと呼ばれていた。タニキは4年間の試験中に事故で失われてしまった。出展、ブリティッシュエアクラフトディレクトリ初言性能武装。ありがとうございます。